こんにちは。皆さん、今日は年収別の生活の違いについて解説します。普段なかなか周りの人と年収や生活について話す機会がないと思いますので、この動画を見て年収別にこんな生活になるんだなとイメージを持ってもらえたら嬉しいです。この動画では東京23区での生活費を中心に、年収ごとにどのような生活ができるのかを具体的にお伝えします。私たちは信頼できるデータをもとにして、各年収帯での生活費や貯蓄、投資の可能性を分析しました。この動画を見ることで、皆さんが目指す生活を実現するために必要な年収を理解し、それに向けての計画を立てる一助となれば幸いです。では早速始めていきます。年収500万円台の生活、手取り年収約400万円、約33万円月。生活費の内訳、住居費、賃貸アパート 2LDK 約10万円月、食費、自炊が中心、時々外食約4万円月、交通費、公共交通機関の利用約1万5000円月、娯楽費、映画やカフェ約1万5000円月、その他、携帯電話代、日用品など約4万円月、支出合計、約21万円月、旅行、年2回程度1回約3万円の旅行、飲み会、月2回程度1回約5000円の飲み会、金銭的な自由、貯蓄、投資家の額、約8万円月、年間では約100万円、120万円を貯蓄、投資に回すことが多い。感想、この年収帯では生活の基本的なニーズは十分に満たせる一方で、大きな贅沢や頻繁な外食は控えめにする必要があります。貯蓄、投資の余裕もあるため計画的な資産形成が重要です。年収600万円台の生活、手取り年収約480万円、約40万円月。生活費の内訳、住居費、賃貸アパート 2LDK 約12万円月、食費、外食の頻度が増加約5万円月、1回あたり約1500円のレストラン、交通費、公共交通機関の利用約2万円月、娯楽費、趣味やレジャーに投資約2万円月、その他、携帯電話代、日用品など約5万円月、支出合計、約26万円月、旅行、年3回程度1回約3万円の旅行、飲み会、月3回程度1回約5000円の飲み会、金銭的な自由、貯蓄、投資家の額、約7万円月、年間では約80万円、100万円を貯蓄、投資に回すことが多い。感想、年収600万円では、より多くの外食や趣味に投資できる余裕がありますが、しっかりとした貯蓄、投資の計画も重要です。バランスを保つことが大切です。年収700万円台の生活、手取り年収、約560万円、約 46.6 万円月、生活費の内訳、住居費、賃貸アパート 3LDK、約15万円月、食費、外食の頻度が高くなる約6万円月、1回あたり約2000円のレストラン、娯楽費、趣味やレジャーに投資約3万円月、その他、携帯電話代、日用品など約6万円月、支出合計、約30万円月、旅行、年4回程度1回約3万円の旅行、飲み会、月4回程度1回約5000円の飲み会、金銭的な自由、貯蓄、投資家の額、約10万6000円月、年間では約120万円、150万円を貯蓄、投資に回すことが多い。感想、年収700万円では、より多くの趣味や旅行にお金を使える一方、しっかりとした貯蓄、投資の習慣を続けることが重要です。贅沢と節約のバランスを取りましょう。年収800万円台の生活、手取り年収、約640万円、約 53.3 万円月、生活費の内訳、住居費、賃貸アパート 3LDK、約18万円月、食費、高級レストランでの食事が可能約7万円月、1回あたり約3000円のレストラン、娯楽費、海外旅行や高額な趣味に投資約4万円月、その他、携帯電話代、日用品など約7万円月、支出合計、約36万円月、旅行、年5回程度1回約3万円の旅行、飲み会、月5回程度1回約5000円の飲み会、金銭的な自由、貯蓄、投資家の額、約13万3000円月、年間では約160万円、200万円を貯蓄、投資に回すことが多い。感想、年収800万円では、より贅沢な食事や高額な趣味に投資する余裕があります。しかし、しっかりとした貯蓄、投資の計画を維持することが重要です。年収900万円台の生活、手取り年収、約720万円、約60万円月、生活費の内訳、住居費、高級住宅、広い持ち家約20万円月、食費、
高級レストランでの食事が可能、約8万円付き、1回あたり約 8.000 円、約1万円のレストラン、娯楽費、海外旅行や高額な趣味に投資約5万円付き、その他、携帯電話代、日用品など約8万円付き、支出合計、約41万円付き、旅行、都市6回程度1回約3万円の旅行、飲み会、月6回程度1回約5000円の飲み会、金銭的な自由、貯蓄、投資家の額、約12万円付き、年間では約150万円、200万円を貯蓄、投資に回すことが多い、感想、年収900万円では、さらに多くの贅沢や趣味に投資する余裕がありますが、貯蓄、投資を怠らないことが重要です。長期的な視点での計画が求められます。年収1000万円台の生活、手取り年収、約800万円、約 66.7 万円付き、生活費の内訳、住居費、高級住宅、広いも地へ約22万円付き、食費、高級レストランでの食事が可能、約9万円付き、1回あたり約8000円から約1万円のレストラン、月、1回あたり約8000円、約1万円のレストラン、800万円の時とお店のレンジは変わらないものの、少しだけ高いお店の頻度が上がったりします。娯楽費、海外旅行や高額な趣味に投資約6万円付き、その他、携帯電話代、日用品など約9万円付き、支出合計、約46万円付き、旅行、年7回程度1回約3万円の旅行、飲み会、月7回程度1回約5000円の飲み会、金銭的な自由、貯蓄、投資家の額、約14万7000円付き、年間では約180万円、220万円を貯蓄、投資に回すことが多い、感想、年収1000万円では、生活の質が非常に高くなり、幅広い選択肢があります。しかし、計画的な貯蓄、投資の習慣を持つことで、将来の安定を確保することが重要です。年収1100万円台の生活、手取り年収、約880万円、約 73.3 万円付き、生活費の内訳、住居費、高級住宅、広いも地へ約24万円付き、食費、高級レストランでの食事が可能、約10万円付き、1回あたり約6000円から約2万円のレストランまで幅広く行けます。この頃では値段というよりかは、経験にお金を払うことが多くなります。娯楽費、海外旅行や高額な趣味に投資約7万円付き、その他、携帯電話代、日用品など約10万円付き、支出合計、約51万円付き、旅行、年8回程度1回約3万円の旅行、飲み会、月8回程度1回約5000円の飲み会、金銭的な自由、貯蓄、投資家の額、約16万3300円付き、年間では約200万円、250万円を貯蓄、投資に回すことが多い、ESRIRELESTATJAPAN、感想、年収1100万円では、非常に贅沢な生活を送ることができ、多くの自由があります。しかし、長期的な経済的安定のためには、計画的な資産管理が不可欠です。まとめ、それぞれの年収帯でどのような生活ができるか、イメージできましたか？個人的には、これまで経験したことも踏まえて情報をまとめているので大きく外れていないと思っています。少し家賃が高かったり、食費が安い印象もありますが、次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録と高評価を忘れずにお願いします。ご視聴ありがとうございました。